サヌキうどん、冷凍のサヌキうどん使って、東丸のうどんスープを使って、うどんにしてみようかなと思います。ちょっとこれでいってみます。できました。今日は冷凍うどんのサヌキうどんですね。を、東丸のスープで作ってみました。まあ、具だくさんにしましたけど、いろいろ入ってますよ。これいってみます。今日は、金麦 75% オフですね。うまい。じゃ、このブロッコリーを、あと、トマトですね。うん。じゃあ、この、冷凍さぬきうどん、東丸のスープで。ああ、東丸のスープは間違いないですよ。じゃあ、冷凍さぬきうどんいきます。すごい。めっちゃコシがある。すごいな。いや、思いっきりサヌキですね。これだけコシあったら、いろいろ応用できるんじゃないですか、他の肉を。豚バラうま。なめこをね、入れてみたら余ってたんだよ。あ、なめこうま。なめこうどんです。あー、あっさりしてうまい。うまっ。じゃあ最後にいきます。油揚げと、この東丸のスープがうまい。うまいです。今日は天気がいいし、ちょっと暖かいっすよね。まあ明日からまた暖かくなるなんて話なんで。でもまあ、思ったほど寒くはなかったし、昨日とかなんか春一番っぽかったですよね。一昨日か、それは。最近は、何でしたっけ、セクシー田中さんって、原作の人が亡くなって、揉めてますよね、日テレとね。なんか脚本が、ヒットしなかったような感じになってるとかね。前、ね、なんか話したのが、前言ったけど、梅ちゃんは、千と千尋の神隠しって、かなり原作を満足してた。ジブリが満足してそういうのもあるし、あと忘れてたけど、るろうに剣心はね、あれも満足してますよね、作者の人がね。佐藤健さんがかなりリスペクトして、実写化は無理だって言われてたのを、まさに剣心そのまんまのような訓練を重ねて確立したっていう、ね。まあ、だからやっぱりじっくりその役作りに徹して、作品に原作に忠実にやるってことがやっぱり漫画ありきの実写化の鉄則なのかなと思いますよね。無理にね、なんか俺、原作があるのに原作を変えて実写用に作るっていうのが多分失敗のもとなんかなっていうふうに。あと佐藤健さんも結構やっぱりいっぱい出てます。カットのインタビューも、ね、これももう発売になるんですか。19日発売。これだから2年半前にやった、僕持ってますけどね。もうあれから2年半経つんだと思いますけどね。今回は誰も知らない佐藤健、愛と真実のポートレート。30代も折り返し地点に立つ今、成し遂げたいことについて賞賛がないと言う、と言わないと。ああ、なるほどなるほど。30代後半の人生、今回の映画のテーマである恋愛についてなど幅広く語っていただいた。カメラを通して自分の自身を見つめるようなシンプルながら真のあるフォトセッション。2年半前、佐藤健にその時点で32歳の、半生を語ってもらう2万字って、まあ、まだありますよ僕は。これそこで彼はゲームもそれ以外の遊びも全クリじゃなく完クリせずにいられなかった。負けず嫌いな子供時代、将来の夢をいつも特になし保留と書きながら何かに夢中でのめり込み続けた青春期を語った。しかしこれまでの俳優人生については10代がむしゃらにぶつかっていくのみ、20代前半自分の立ち位置を確立するために冷静に作品や役に向き合った。20代後半立ち位置を確立したからこそ制限なく幅広い役や活動に挑んだと自己分析。さらに当時はまだ序盤だった30代について初めて将来の夢をかける時が来た、語ったと。そしてそんな30代の折り返し地点に立って今回は長い人生物語を語ってもらうよりも夢を具現化するための道半ばでその人目の奥で熱く揺れる心を拙者するようにインタビューしたかった。あのロングインタビューは2年半前ですからね。じゃあ2年半で何が変わったのかって、そうそう変わらないですからね。
で、あの2年半に前にやったカットは割と、なんですかね、僕も読み応えがあったインタビューだったんですよね。本当に半生を語った。でもまあ半生語ったばっかだから、もう半生を語らないでしょうから、この2年半の間に何があったって、もそんなに変わってないだろうから、もう未来のことなのかな、語るのがって思います。30代の折り返し地点に立つ佐藤健は夢を具現化するための道の中で何を考えているのか。まあでも、ここ最近のはね、仕事がめちゃくちゃ楽しいっていうね、結婚よりも仕事っていう話をしてるので、まあその話なのかなというふうに思います。あと何でしたっけ、いろいろ出てますよね。シュプールにも出てる。そういえば、最近僕の YouTube は、今まではずっと、ね、佐藤健さんの話とか、竹森の話とか、最近は宝塚の話なんかもしてた。9割以上、99% ぐらいが、まあ、女性だったんですよ。まあ、年齢層が高い女性の視聴者さんだけだったんですけど、昨日見たら3割男性になってました。70% が女性、69% 女性かな。30% が男性に、もうガラッと変わってて。多分ここ最近バズってるのが、伊藤淳也さんとかのそういう文春新潮あたりのどうなのっていう、ああいう流れはどうなのっていう話なんで、多分それは男性が好きなのかなと思って。男性が見るとCM 単価が安くなるんですよね。ちょっとなんか多分そういう傾向があるのかなと思ったりとかして、面白いなと思いながら見ておりますけど、そんな感じで。